おはようございます。ティラット回します。ゲラーマン実況プレイやっていきたいと思います。こちらのゲームはですね、一体何って話なんですけど、2016年ぐらいに、まあ、とある某有名実況者さん、今でも活動してますすね、うん、一応活動してます。今でも活動している方が2016年になんかめっちゃすげえゲーム作ろうぜみたいな、そういうノリで作ったゲームなんですよ。え、すげえじゃんって。え、実況者がこんなゲーム作るのすごくない？ってなると思うんですけど、なんかね、どうやら、いろんな人に委託して、この今タイトルの絵とか、このゲームのシステムとかは、全部委託したみたいなんで、その人が作ってるわけじゃないというね、本人談がありますね。はい。で、このゲラーマンですね、なんと、ホラーゲームです。もう一度言います。ホラーゲームです。ホラーゲーム実況するのな、何？いつぶり？え、もうさ、最後にホラーゲーム実況したのいつかすらわかんねえんだけど。そういうレベルなんですよね、もう。なのでね、なんでこのゲームやろうと思ったんですけど、2016年ぐらいにこのゲームが出た頃、僕の PC ではプレイできませんでした。で、月日が経ちね、今私のパソコンは、まあ、今プレイできてるんですけど、こうやってちゃんとね。いよいよ、やれると思うんで、これでできなかったらねー、収録止めるわ。じゃあ始めましょうか、ニューゲーム。短めですね。体験版なんですよ、これ実は。実はこのゲラーマン、体験版でして、製品版になってないんですよ。だから未完成のまま持ったゲームですね。始めまーす。ナウローディング。お！ゲーム中にムービーを再生する。ムービーがあんの？やばいな、このクオリティ。再生するでしょう。モバイル環境ってこれね、どうやら携帯でもできるみたいですね。はい。携帯でもできるらしいんで、すごいっすよね。再生するやろ。ゲームモードを選んでください。ノーマルモード。イージーモード。暗闇の視野拡大。敵の速度低下。え、ホラーゲーム？え、敵の速度低下？追いかけられんの？ノーマルだな。ノーマルがいいでしょ。あっ！何これ？表現、規制レベルじゃないですか。R17 モード全然。R17 があるんですかい？ R17 があるんですかい？まあ、昨今のゲームでなんかさ、えらい目にあった気がするんだけど、なんかもう、バンされるんじゃねえかな、みたいなのあったけど、まあ、もしだよ。もしです。もしなんかすごい、やばい映像だったら、ちょっと編集でモザイク入れますね。R17 でいきましょうか。もし YouTube 的にやばいっていう映像が出てるんであれば、モザイクかけたり、違う映像を流すんでね、視聴者の皆さんは安心してください。ね。ちょっとやばい、グロいのダメだっていう人はね、そういうね、配慮したいんで。ね。ちなみに私はね、グロに関してはね、ダメです。私もグロダメなんで、もう切断とかダメなんで。もうみんなに克服しよう。いきまーす。R17!え？おや？おーおー、え、なにこれ、ちょっと待って。これ、あ、びっくりした。できんのかよ。あ、すごい。今ね、マウスをこれポチってやったら、出た。え、すごい。なにこの最先端ゲームか？はい。もしもし？返答ないよ。何？え、何？怖っ。なんだこれ？いたずら？最先端ゲームか？目が覚めちゃった。おお、移動方法。スマホ、マウス。キーボード、まあ、今回はゲームパッドで私やってますんで、ちょっとこれどっちにも当てはまらないですね。シフトキーか。ダッシュ大事なんだ。どれだ？ゲームパッドだとダッシュがどこにあるかわかんねえんだけど。X キーがスペースになってる。あれ？何？君か、久しぶりだね。元気にしてた？はい。え？何これ？誰？え、誰？僕の名前忘れた。え？何？天の？え、何？どの目線？え？どの目線なの？これ、え？上からの神様視点なの？僕は、もしかして。
君そういう設定だったっけ。まあいいや、僕は。おお音音音、ちょっと待って、音でかいって、音でかくない思いのほか今音でかかったぞ。ちょっと待って、音こんなにでかいんだったらさ、あの音小さくするよ。今びっくりしたわ、耳ボーンあったね。榊涼、はい、榊涼です。この人は榊涼ということにします。よろしくお願いします。何かあったら話しかけよ、よろしくね。おおこの音で一時ビビるから、ちょっと待って待って。スマートフォン、スマホ画面右にあるスマートフォンをタップすると拡大します。タップする、アイコンすると各種アプリが使えます。ちょっと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 、え、ゲームパッドでは、あ、ゲームパッドだとできないね。あのマウスでやるしかないみたい。すげえ、ほら、ちょっと待って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 、このシステムすごいなこれ。LINE、 LINE、 あれ、あ、使えないの。あ、電話、え、電話あんの。待って待って待って、どうやって閉じんのこれ閉じ方がわからない。おお、待って待って、なんか繋がっちゃった。なになになに、おい、カメラ、おお、え、カメラやついった、サカキリョ眠い寝る実家のに猫元コンビニ内のタカトカップ、リツイート1といいね1で、あ、なんだ、ここはいじれないんだ。ゴリトベおお、なに、ちょっと待って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 ちょっと待って、これはあかん、これはあかんよ、いろいろといろいろとあかん画面が映ってるわこれちょっとパズドロム曲マジック、これもうさ、ちょっと全部スパムじゃねえか、よく見たらほとんどもうスパムじゃん、メールが。ほらスパムになってる。ポエム、何ポエムって、え、おいおい、おい、ちょっと待って、ちょっと待って、それはあかん、それはあかんよ、今。予備バッテリーを手に入れた。ああ、そうか、携帯の電池。え、俺なんかさっきめっちゃ使っちゃったけど大丈夫か、これ大事なんじゃないの、もう積んでんじゃねまあ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 。まあ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 。なーにーなーにーって言ってても。リネメール、リネメールって。え、なにこれ、お部屋番、お部屋何号室ですか、キノちゃん、キノちゃんからだ。部屋番、303号室だったよな。え、ああ、こうやってタッ、今クリックしただけで打ちましたね。送信。ああ、え、便利だな。へえ、ああ、ちょっと、あ、そうか、クリックでも動いちゃうのか、これ。へえ、ナウローニング。あ、あ、トイレ、おや、これは、来るか、あれ。よかったのかいって言って、怖いの大丈夫やんな。ニコニコ動画の、ね、有名な実況者の方やでさ、トイレから出てくる青いつなぎが来てもおかしくない。そんなことはなかった。特に何もなし。起きてても仕方ないし、ベッドに戻ろうかな、動画にもあさって。何？もうなんか、ちょっとチュートリアル移動だけで終わり？じゃあ、ははは、今勢いよく飛び出す、いや、ちょっと勢いよく飛び出したぞ、今。何？結構音さっき小さくしたの。設定でさっき音小さくしたけど結構大きいぞ、音。え？何？何？大丈夫かな？ちょ、待って待って待って。体験版っぽいなぁ。頭、ゲラマン飛び出てる頭。あ、ここの303号室でトイレと玄関か。なるほどね。いや、ちょっと音大きくなってきてる。はい。うーい、なんつう効果音流して登場すんだ、お前。今瞬間移動したでしょ。
ちょっと待って、これは。これは実況者がバレてしまうのでは、有名な実況者が誰なのか。きのちゃん、これは出るか、さっきの。シャ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 そんな効果音全無視でこやんでも、緑巻き。サラトリウム入院出場所、打ち切り、アニメキャラ、わあ、待ってください。走ってきて、息が。うん。さっき部屋番号を聞いたのはここに来るためだったのか、そんな一生で来ることある？というか、こんなに良くない、どうして？夜中なんだ、一応時間は。あ、寝てたもんね。え、嘘、まさか？ん？つまりこれは告白では？なわけないにゃ。何？次々出てくんな、おい。一番目に出てくるキャラは一人だけにしてくんないかい？おっす。一緒だったのね。うん、こんな可愛い子に告白されたと思ったので、カニヤンや。いや、別に。まさか？ちょ。交換設定これ無視してない？これ。三毛原猫あなーにがこれ、告白でやだ。ふんめしものにゃでやだ。ふんめし？炊き飯？鏡100回見たからドアブル側に頭から突っ込めにゃ。ちょっと勘違いしたからそこまで言う？毒舌。ほー、ピエロピエロ。あ、ちょっとスマホ充電させるにゃ。一応、なんかこっちの、あ、充電できんのか？ど、け？このね、会話文とかも、ストーリー構成も、このプロの方がやったらしいですね。ちなみに委託した。はい。つまり、その実況者さんはこのストーリー考えたわけではないんだよな。ふぅ。で、何しに来たの、君たち。え、説明役私ですか？え、うん。適任ではないので。え？そこをなんとか猫も行っちゃったし、あ、何？昨日もさ、緑巻のさ、三木原猫も一応知ってる人ではあるのね。その、入院するとか言っとったから、一応同じ施設で生活してる設定なのね。その、よくわかんないですけど、こっちの例に避難しろって、何？は？何それ？何？え、停電？あ、わかりわかり。スマホの使っちゃうんじゃないのこれ。あ、なに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 、よいよいよいよ。そんな。え、待って待って、 A と D キーがね、 A、 あ、 A と D キーを押せば、あ、そういうこと。A と D キー、パッドには割り当てられてねえぞ。なんで割り当ててくんないんだ？ちょっと待って。なんで A と D キーは割り当てられてないの？このゲームパッドには。これはキーボードでやるしかないってか、この A と D キーは。マジか。待って、ゲージがどんどん減ってってる。ゲージ上見たらわかるけど、結構減る速度早いぞ。結構、ゲージ減る速度早いな。切っとくか。わかるんだったら切っといた方がいいよな。ああ、明かりが。キノちゃんの周りだけ明るく照らす。大丈夫、キノちゃん。大丈夫じゃないです。こっちに抜けてます。急に停電って。手をかそうか？いいです。遠慮します。あ、はい。充電できなくなったら、そりゃそうでしょうね。それ停電したんですか？うん、停電したみたいだよ。困る。なんとかしろにゃ。え、僕にどうしろと。知るか、察知される、調べてくるにゃ。いや、調べたって何よ。これは？はよ。いっけ。何？使いっぱしりでボケてんのか、こいつはいつも。ちょっと、あ、待って！ちょっと、ほら、さっきまで使ってた、やつが回復してる。何かイベントが入ると、バッテリーが回復する仕様かもしれんね。え、でも怖いなぁ。あ、いや、違う！え？え、さっきまで回復してたのに急に減ったぞ。なんだこれは。怖いなぁ、これ。暗闇は怖すぎんかね。なにこれ？セーブ制限。ちょっと待って、電池減ってる。早く早く。え、ちょっと待って、実況できないってこのゲームこれじゃ。実況できないって、そんな、ガンガン電池減ったら。なになに？どうしよう。
実況できないよそんな。あーねえ君どうすればいいかな。語りかけてくんな。え、これさどういう扱いなんだろうこの天の声。君一人じゃ無理だ、助けを呼ぶ。知らないよ、自分で考えな。まあ助けを呼んだ方がいいでしょう。大丈夫かな、このイベントで電池減ってるとかないよね。うんうん、僕一人じゃ厳しい、怖いし。よし、タカの声に行こう。はい、タカも、タカは大体誰かわかるわ、一瞬で。404号室だったはず。はい。でもさそんな間、そんな時間あるか？メッセージのやり取りして、多分フラグを立てるんだろうな。フラグ立てて、そこに行くって形なんだろうな。一回、何？右上に、キノと猫がいる。あー、そういうことか。でもさ、この間ってさ、なんかすると減るのか？既読だけついてる。こいつ既読だけつきやがったな。あー、何？ 1。 あ、え、何？そういうのあんの？タカには送った。じゃあ、とりあえず進むか。ちょっと待って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 、怖くねえ？つけるしかないよな。場所がわかんないんだから、チリは。じゃあ、D キーを押して、電源つけます。何これ？どこが404号室か。あ、何？ここに。なんて書いてあんの？小ホールと表示、あー、なるほど。ここで、探すんだね。いや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 。この狭い中でさ、出てきて追いかけられるとかあったらさ、きつくない？ええー。ちょ、待って。あ、302、404を探すんだ。こういう時は。何？おいえー、キャーこういう風にやられるときついのよ。え、今までなんかやったホラーゲームの中で、これかなり、めっちゃ難しいんじゃないの？これもしかして。プロの人がやったもんね。ああ、何？あ、誰？女の子多いな。サイドテールか！いよいよサイドテール来たか？ごめんね、りょうさん。驚かせようと思ったの。ああ、かりさんが。びっくりさせないでくれよ。この音もびっくりするからやめろ。尾行なん、尾行。看病のため資格連、看病なんだ。あ、なるほど。看病のタイプ。キャーだって。女の子みたいだね。なんだよ、この曲。なんだ、この和む曲は。いや、踊るときは誰もこんな悲鳴出すんじゃないから。キャー そもそもだ。本能的に聞き分かってるときは。キャーなんでこんなこと言うの？ん？それはね、急に真っ暗だからどうしたのかなって。うん。停電したみたいだね。そうなんだ。どうしよう。一緒に来いよ。一緒に行こう。仲間、新しい仲間。なんか、明かりってついたんだから、お前なんか懐中電灯になんじゃねえか。もうなんだったら。ひどい。俺編集してねんね。なんか W、草生えてんじゃねえかよ。なんだこれ。編集も何もしてないのに。なんか勝手に編集みたいな映像入って、なんか草生えてんだけど。ほら、なんだよこれ。なんだよこれ。選択権ねえのかよ。ここはあかりさんにかっこいいとこ見せたとこが消されたんだよ。とりあえず今から高く調べてみるよ。あかりも行く行く。そう、来いよ。あかりさんは僕の部屋に行ってほしいんだ。今キルちゃんと猫はいるんだけど、二人だと心細いから。はい。え、りょうさんの部屋にいるの？うん、わかったよ。頼んだよ。うん、でも、リオさん一人で大丈夫かな？なんで？キャーお前ずっとネタにされるんだろうな、それ。ああ。ちょっと待って。道はこっちで合ってるってことだよね。